ますよ。はい、皆さんこんにちは。はい、3、2、1。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。もうカミカミだ。夜お薬を飲んだのはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん。寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん。私たち2人が疑問、質問、お悩み、相談、何でも受け付けます。ケンタさんの広く浅い知識と、夏実の突発的な薄い知識と、その場の思いつきでいろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では本日も始まりました。よし、メンヘラジオ、メンヘラジオ第12回ですね。12、はい、12月に入りました。うん、本日は、収録日12月6日火曜日となっております。うん、思ったよりも涼しかった、外は。そうね、ちょっとね、あの放送日がね、これの放送日が12月19日、ちょうどクリスマスの週になるんですよね。うん、なのでちょっとクリスマスっぽいカラーでみたいなところで考えて、お家にある洋服を選んできたんですけど、夏美トナカイ、なっちゃん、トナカイ、茶色のワンピース。マイクから離れちゃっていいのかな、トナカイ。うん、なので、まあ、夏美さんのトナカイの様子は YouTube の方で、見られると思うので、はい、はい、気になる方はぜひチェックの方していただければ。気にならない方もぜひチェックしていただければ。そうね、気になる人も気にならない人もね。はい、うん、で、まあね、まあ涼しいではあるんだけど、うん、一応家にあるクリスマスっぽい服っていうことで、うん、夏美さんに見繕ってもらって、うん、俺はちょっとセーター的なのを着てるんだけど、うん、めっちゃ暑いね今。暑い、暑いね。見てごらん、あの眼鏡曇ってるよ、右側。真っ白になってきたよ。困ったもんですよ。眼帯してるみたいになってる。そうね、まあ、あの先週かな、大阪行ってきて、うん、大阪はね、すごく冷たかったね、涼しいというより。うん、冷たかったね。やっぱね、内地行った時にいつも思うんだけど、沖縄とさ、なんか寒さの質が違うというかさ、そうそう、空気も違うし、ね、空気が冷たいから、なんか冷蔵庫の中にいるみたいな感覚になるん、うんうん、そんな感じ、そんな感じ、うん、沖縄はなんか風が、ね、海からの風が吹きつたんで、うん、ちょっとそれでなんか、おーってなるけどさ、うんうん、俺はちょっと、まあずっと沖縄に住んでてあれですけど、冬はね、内地の、うん、冷たい感、キーンとした感じが好きだな。うん、うん、楽しいね。うん、沖縄もそのぐらい冷たくなっていくんでしょうかね。そうでしょうね。はい、では、本日も30分期待しつつよろしくお願いいたします。よろしく。メンヘラトーク。はい、こちらの、コーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージも私たちお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、では本日、ね、本日のテーマ、放送日が12月19日、うん、クリスマスの週ということで、本日のテーマはクリスマスの思い出、うん、ということになっております。はい、はい、こちらツイッター等で、メッセージの募集、エピソードのですね、募集をしたところ、ありましたか、いくつか、はい、お返事いただけましたので、はい、紹介させていただきたいと思います。はい、はい、ではまず一つ目のエピソードです。はい、こちら、あの僕らがお世話になっている宜野湾市地域活動支援センター、はい、ハピワン職員の山城さんのエピソードです。はい、はい、子供の頃サンタが家に来たけれど、赤ら顔で青森臭かった、うん、
とのことです。赤い服で、うん、顔も真っ赤にして青森の匂いを漂わせながら、あ、ちょっと沖縄に来てハメ外しちゃったんじゃない。そうね、フィンランドから来てやってきてね、うん、青森飲みながら仕事してたのかもしれないね。そうかもしれない、ソリだから、うん、空を飛ぶから飲酒運転にもならないし、飲酒運転っていうかね、うん、飲酒飛行だけどね、うん、大丈夫だったかなどうだろうね、何もらったんだろう。サンタさんなのかな。え、お父さんじゃないサンタさんだよ。あ、すいませんでした。では続きまして、夢をつかぽんさんから、いただいたお便りです。はい、小学校1年生の時に、うん、やんちゃな友達とかくれんぼをしていた、うん、すると押し入れに隠れていた友達が、これ多分つかぽんのクリスマスプレゼントだぜと、親が買って用意していたであろう自分へのプレゼントを見つけ出してきてしまった。うん、クリスマス当日、家族からサンタさんちゃんと来てくれたんだね、よかったね、うん、と言われたのだが、うん、何とも言えない気持ちになり、うん、その日少年つかぽんは少しだけ大人になったのだったちなみにプレゼントの中身はチクタクバンバン、うん、昭和世代ならきっと知ってる、うん、だそうです。知らないね。えこれね、俺も知らなかったね。チクタクバンバン知らない、うん、何つかぽんさんにはね、なんか画像も送ってもらって、うん、なんか見せてくれたんだけど、つかぽんさんが、うん、もう全然ピンとこないチクタクバンバン、うん、で気になったからね、ちょっと調べてみたの、うん、あの Google 先生、うん、そしたらさ、チクタクバンバンとはパズルゲームだそうです。あ、パズルゲーム、はい、で、あの、うん、なんとなくメルカリの方も見てみたら、うん、メルカリでは平均3000円から4000円ぐらいで、まあ、昔のね、うん、おもちゃだからちょっとヴィンテージ入って、あ、なるほどね、レアにはなってるんだろうけど、うん、で高額なのはね、備品、うん、傷が少ないやつでね、うん、6000円以上ぐらい、お、結構いくな、販売されてて、うん、まあ、落札されてるのもいくつかあって、ああそうなんだ、うん、すごい。でつかぽんさんからはね、なんか同じ販売元、うん、から出ているブタミントンっていうのもね、うん、知ってるって聞かれて、ブタミントン知ってる、俺ブタミントンも分かんない、なんかブタミントンやってたよ。どういうやつなの、ブタミントン、分かんない、プシュップシュッってやるやつ、ブタのなんかを潰してなんか空気出してやるやつだったかな、なんかバドミントンと、そう、バドミントンみたいな、だから、なんかボール使ってやるのかな。あ、そうなの、持ってた持ってた。お兄ちゃんがね、夏美さん、お兄ちゃんがいて、うん、それこそつかぽんさんと同世代ぐらいじゃね、お兄ちゃん、そうお兄ちゃんたちがもしかしたら買ってもらってたのかもね。うん、うーん、なるほどなるほど、いたね、そうだね、ブタミントンね、あったね、うん、うんうん、では続きまして夏美さんの方からお願いします。はい、ラジオネーム佐藤さん。はい、佐藤さんありがとうございます。リトルマーメイドのビデオが玄関にかけてある靴下に入っていった光景がすごい脳裏に焼き付いていて嬉しかったのをずっと覚えています、うんうん、だから靴下は絶対準備した方がいいと思う絶対なんだ、だそうです俺靴下用意したことあったかな。え、靴下用意しないの。しないしないです。久我池ではしなかったよ。へえ、うん、そうなの。してないはず。何下に入れてもらうの。いや、普通に枕元に置かれてたよ、うちは。あ、それはね、うん、そうだね、うんうん、なんかお母さんがね、母親が、いや、サンタだよ。え、ちゃ今話の続き母親がなんかパッチワークやってて、うん、パッチワークので作った大きい靴下があったんだけど、それはなんか壁に飾ってあって、うんうんうん、あ、でもそれに一回入ってたな。でしょでしょ、入れてくれてたな。やっぱ大きな靴下って必要だよねはい、では、僕の方からもう一つ。はいはい、うどんけん大好きさん、ラジオネームうどんけん大好きさんからの、メッセージです。うどんけん大好きさん、ありがとうございます。はい、私のクリスマスの思い出は地元の冬の祭りです。うん、2016年まで毎年開かれていた冬のイベントでした。うん、会場ではたくさんのイルミネーションが点灯していて、私たちの心を温めていました。イベントがなくなった今、クリスマスは家でぼーっとしています。はい、とのことです。イベントなくなっちゃったんだ。そうね、お祭り2016年までやってた冬の祭りっていうことでね、うん、なんかなんでなくなったのかなと思って、どんな祭りだったのかなと思ってちょっと調べてみたの、うん、
これがね、2016年を最後に亡くなった、うん、うどん県大好きさん、香川県高松市の出身らしくて、うん、こちら香川県の冬のお祭りで、どんなイベントだったのか、うん、いろいろ調べたらイルミネーションのイベントなのよね、イルミネーション、そうそうそう、うん、あのメッセージにもあったように、ああピカピカしてたんだ、じゃあ、そうそうそう、高松冬の祭りっていうイベントでね、うん、30回の節目でちょっと幕を閉じたっていうことですね。毎年12月に高松市の市立中央公園で開催されていたお祭りだそうです。うん、うん、でこれね YouTube でもね、なんかどこだったかな、まあ、香川県のね、あの地元のテレビ局のニュースが、うん、YouTube 上にもあって、それちょっと 見させてもらったんだけど、うん、やっぱり皆さんなんかすごい残念だって、うん、寂しがってたね、寂しいなって言って話されてたね。うん、言ってたね。うん、でだからなんかちょっと沖縄に住んでる俺たちにもちょっと当てはめてさ、なんとなく、うん、大きいお祭りがね、なんか那覇大綱引きとか行ったのが、あの急にね今年で終わりですって言われたら、やっぱちょっと節目でとかね、そうそうそう、なんか寂しい気持ちになるよなって思ってね。そうだね、うん、まあ夏美参加しないけどな。そうね、俺たち二人ちょっとメンヘラってのも性質なんかに、もともとなのか分かんないけど、人混みがねちょっと苦手だからね、人混みが苦手ですぐ流されてしまった、なかなか参加はしないんだけど、やっぱりでもね有名なお祭りがなくなりますって言われたらちょっと寂しくなるかな。そうだね、うん、でうどん県大輔さんは家でぼーっとしているとのことですが、あ何してるのかな、ケーキとか食べたりしないのかな、ね、ケーキならね、あのね、うん、ショートケーキがおすすめですよ。クリスマスはなんかそんな、なんかそんな感じだよね、いちごの乗ったやつね、うん、はいはい、おすすめですよ。では、夏美さんお願いいたします。はい、ラジオネームピザ頬張る系男子さんより、夏美さん、健太さん、こんばんは。はい、こんばんは。今回のトークテーマはクリスマスの思い出ということですが、ピザにもメモリアルなクリスマスの思い出があります。おお、メモリアル。ピザの地元ではクリスマスが近くなると近所の公園で大規模なイルミネーションをしていた時期がありました。おそのイルミネーションに行くと仲の良さそうなカップルがまあたくさんおりまして、うんうん、まだまっすぐだった中学生くらいのピザは思ったのです。いいな、みんな仲良さそう、いつか自分もイルミネーションに彼女と行ってみたいな、うん、まだ意もしない未来の彼女とイルミネーション、そう遠くない未来で叶うだろうと夢を見ていたのです、はい、そこから2年、3年、5年、7年だったな、あっという間に時は経ち、ピザのまっすぐ感情に少しずつ変化がありました、うん、そして彼女いない歴イコール年齢24周年を迎えた頃、ピザは完全にダークサイドに落ちましたその年、地元のイルミネーションの舞台に所属していたバンドで出演することになったんですが、ピザは舞台の上からマイクを通して心の限り叫んだのです。お、カップルども、別れろ、クリスマスとバレンタインに寂しくない奴らはみんなピー何言ったんや見に来てた友達は爆笑、うん、他のお客さんはびっくりしているという感じでした、うん、この時期はもうダークサイドに落ちて目いっぱい使って抜け出せない、そういう時期だったんだと思います、うん、我ながら本当にアホなことをしたなと反省するんですするんですけど、うん、振り返ると、うん、これがピザの一番メモリアルなクリスマスの思い出です、うんうん、夏美さん、健太さん、イルミネーションでステージの上から暴言を吐いたあの頃のピザに愛のある叱咤激励をお願いしてもいいでしょうかとのことです。はい、現場からは以上ですありがとうございます。そうね、まあ一言言えるとしたらね、うよく言った、よく言った、うん、自分の感情を溜め込むのは良くない。そうそうそう、俺もね、あの5年間ぐらいね引きこもってね、あのまあギャンブルのせいもあってね、うん、あのまあだから彼女がいない間が、そうね、7年8年ぐらい一応空いてた時期があったんだけど、うん、その間ね、やっぱり、まあ、7年8年もあったら7回8回ぐらいはクリスマスがやってくるわけじゃん。へえ。いや1年2回あるからなんでへえって。ああそう。そう、うん、はい。でそのたんびにね、まあなんか外のね、うん、景色とか、まあ、たまに
たまたまでもあるけど24、25とかに外出することがあったから、うん、まあ家で多少引きこもってやったけど、うん、その外出中はパチンコに行ってたんだけどね、うん、あの外を歩いてるとやっぱりカップルがいてね、うん、舌打ちするよね。舌打ち基本舌打ちしちゃ う, そ, う, そ, う, そ, うそれなんかだから分かるよすごく、うん、その気持ちは分かるね。ピザさんがねその当時24歳の頃にステージ上から叫んだ思いっていうのはね、うん、あの会場にいた結構な人数の、ね、人に届いたんじゃないかな、うん、心の中でガッツポーズしてる人いたと思うよ。そうそうそう、声援をうおーって拳上げてたかもしれない。そう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 ライブ盛り上がったでしょうね。あ、盛り上がっただろうね、うん、はい、では夏美さんは何かクリスマスの思い出はございますか。夏美さんのクリスマスの思い出はね、はい、あのねクリスマス時期に入院してたんですよ。はいはいはい、はい、で入院してて、うん、友達と3体いる3体いないみたいな話になって、うん、病院でも来る来ないみたいな話になって、はいはいはい、で私は絶対来るもんっつって、うん、3体いるもん来るもんって言って、うん、寝る時に枕元に自分の靴下を置いてたんですね、はい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 、したら夜中ガサガサゴソゴソガサガサって言うから、うん、パって目が覚めて うつらと起き上がろうとしたら、うん、お前は寝てろっつーのって言ってチョップされてビシッてビシッてチョップされて、うん、そのまままたふーっと素直に寝たんですよ、うん、じゃあ次の日、うん、靴下の中にトマトスープとチョコレートと、うん、みかんが入れられてて、うん、あー嬉しいって言ってほれ見ろほれ見ろっつって友達に次の日靴下置いてたら入ってただろって入ってただろって。でもまああのまあなんかお前寝てろっつうのっていう声どっかで聞き慣れた声だったなと思いますね。優しい優しいサンタさんがね病院内にもいたんだね、うん、いい話です。ありがとうございます、はい、では、ここからは、楽曲紹介のコーナーに入りたいと思います。はい、はい、で今から紹介する楽曲はねピザさんにもしっくりくる楽曲だと思いますので、うん、もし、よかったら聴いていただきたいところなんですけど、はい、はい、歌ってるのがヒャダインさん、うん、楽曲、クリスマス何それ美味しいのです。どうぞお聴きください。はい、はい、音楽が流れております。音楽流れてます、うん、よっしゃ、はい、マイクから解放されたなんかそれ、いや、まあね、YouTube で今流れてると思うんですけど、うん、俺のクリスマスの思い出はね、うん、まあ何度もね話してるんだけどやっぱり一番の思い出というかさ、うん、思い出すのはやっぱりクリスマスの日にね自宅未遂して入院したことなんだけど、うん、まあこれはね当然だと思うから当然って何いや覚えてて当然あ覚えてて当然ね、クリスマスの思い出としてね思い出としてね、うん、なるほどね。だって忘れられない、ないでしょう、ね、忘れられないよね。誰だったっけ、タクヤ、タクヤ柳、え柳タク、そうそう柳タクさんのラジオ、ね、柳タクさんのラジオ聞きながらねやっちゃったのねそうそうそう、もう名護さんだな本当に、うん、で、あのねまあそれの話しないでおこうかなと思ったんだけど、うん、これ話したかな、あのね、うん、ラジオで何、あの車ってね、うん、燃えてからね、うん、あのなんていうかな最後にらへんね、うん、あの断末魔の叫びあげんのよ。え、車が、そう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 、うん、あの俺はねだから車から苦しくて出、うんうん、なんとか自力で出て、うん、もう我慢できなかったの熱くって、うんうん、ほんで、たまたま通りかかった女性に助けられたんだけど、うん、車からちょっと話してくれてね、うん、それでもう燃えてる車をぼーっとしながらさ、もう苦しくて、うん、ぼーっとしながら眺めてたの。そしたら最後に、うん、クラクション、うん、パーってなんの断末魔の叫び、そうお別れみたいなさお別れなんか霊柩車が最後にパーってやるみたいなのが出版じゃんかそういうのがいまあ、未だにちょっと目に焼き付いててたまにフラッシュバックします。やばいね、えぐくて笑えないよもう笑ってあげてよ、笑っちゃう、うん、もう申し訳ないですね。もう気をつけてください皆さん、皆さん気をつけてください。はい、はい、では
はい、お聞きいただいてるのはクリスマス何それ美味しいのです。はい、はい、この曲ね、2011年、今から11年前にの11月に発売されたヒャダインさんのサードシングルの表題曲となってます、うんうん、ヒャダインさんね、うん、で楽曲 名通りクリスマスソングであり、うん、誰もがクリスマス楽しいわけではないというウキウキクリスマスカバーソングとなっているそうです。なるほど。でこれね、2010年バージョンと、うん、2011年バージョンがあって、うん、最初ねこの曲ヒャダインさん自身がアカウントを持ってた2010年の12月にねニコニコ動画でアップロードされたのね、うんうん、楽曲なんだけど、うん、この歌詞とメロディーをアレンジした新規収録版がこの2011年版のこの曲となってる、うん、グレードアップしたんだ。そう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 、ちょっと歌詞が変更されたりね、うん、でニコニコ動画にアップロードした後、まあ、楽曲に共感する人が多数存在したって、うんすごく、はい、共感を得た楽曲となっているそうです。これねでも俺も引きこもり中に聴いてて、うん、わかるってなってた。ああそうなるわって思って、クソスマスみたいな感じちょっと言い方、うん、でもでもいろんな PV とかもね、あの YouTube 上にあってね、うん、これもなんか可愛かったり面白かったり、うん、両方ともね2010年バージョンも2011年バージョンも素敵なプロモーションビデオになってるんで、うん、機会がある人は機械ってなんか俺マシンの方で言ったな。機会がある人はあったらぜひ一度 YouTube でもね PV 見れますので、ご覧になっていただければと思います。よーチェックラー。はい、では楽曲紹介のコーナーでした。ありがとうございます。はい、メンヘラジオエンディングのお時間です。はい、エンディングです。はい、あっという間でしたね。あっという間だね、ほんとね、うんうん、今年のクリスマスはちなみに夏美さんは、ご予定は何か考えてますか？ご予定行きたいとこあったら。今年のクリスマスは、うん、酢飯が食べたい。酢飯いつも通りいつも通りだね。なんかさ、沖縄県民らしくさ、うん、ケンタッキーが食べたいとかないの？あ、夏美さんケンタッキーあんまり興味ないの。なんで？ご実家でね、クリスマスといえば何か。だってあれ皮しか味付いてないじゃん。いや、まあそれと一緒に食べるチキンが美味しいんじゃないかな。え？沖縄県民敵に回さないから大丈夫。あ、ごめんなさいごめんなさい。ケンタッキーファンを敵に回す。あ、ごめんごめんごめん。モスチキン派だったんだっけ？あ、友達がモスで働いててね。あ、はいはいはい、はい。アルバイトされてた友達。そう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 、アルバイトして友達がいて。そこでなんか注文したらちょっと安くしてあげるよみたいなのがあったから、特典みたいなのがあったから。俺もね、空港のレストランでアルバイト、うん、してた時はクリスマスケーキ、うん、1個は買えみたいなさ1個は買えみたいな。あの謎のシステム何なのマジで。なんだろう。アルバイト経験した人、飲食店とかでね、うん、それこそケーキ販売しますよっていうところ、三栄とかもやってるじゃん、スーパーは、うん、やってるやってる。あれ店員さん1個は買わされてるからね。あ、そうなんだ。おそらく。あ、でもそうかもね、うん、そうだ ね今の時代はもしかしたらね、ちょっとそういう風習はなくなってるのか分かんないけど、俺も随分長いこと働いてないからさ、うん、分かんないけど当時はあったよ、うん、あ、今もあると思うよ。あるかな、うん、あると思う。で結構ね、それがやっぱお店で注文するから、うん、あ、お店のなんていうの、ケーキ特注というか、うん、発注されたケーキだから、うん、今でいう完全受注生産みたいなさ、うん、やつだからちょっと高めなのよ値段が。高めだね。従業員割引が多少あるとはいえさ、うんうんうん、し数少ないさ高校生のアルバイト代からよ、うん、それ取るかね、うん大丈夫、沖縄中の店長的に回してない。ああ大丈夫かないやでもそれはね、店長もアルバイト制だった時に思ってたことだったから。じゃあやらなきゃいいのにされて嫌だったことはやらなきゃいいのに。やっぱり上からあんのよ圧力が。あるね、怖いね、立て社会。上からの圧力でいうとね、
1月6日に放送予定だったっていう、うん、NHK のバリバラ、あ、こちら夏美が出てるやつ、そうそうそう、夏美さん出演予定のこちらね、今ね現在原監督がね、うん、編集作業頑張って、頑張っております。でそうなんですが、NHK 上層部からのなんかチェックが入って、うん、全部もう一回編集し直さないといけないという修羅場を迎えておるそうです。ドシュラドシュラ、そうそう、最悪お蔵入りもあるという、なんともなんともとんでもない状況になっております。わお、はい、無事放送されることを祈るばかりなんですけど、告知しちゃったけどね。そうそう、せっかくね告知もしてね、まあいいか、写真もあげたんだけどね、うん、まあ無事、まあ、ね、来年にならないとわからない部分でもあるからね、うん、どうなるか、はい、皆さんもぜひラジオや僕らのツイッター等をチェックして、うん、無事放送されるのかどうかを見守っていただける、そうそうそう、見守ってよ本当に、うん、うん、うまいこと放送されるといいね、うん、はい、では、本日のメンヘラジオはここいらでお開き、あ、今日も元気に病気中中村夏美と中村健太でした。お薬飲んでねろー。はい、はい、本日のメーラジオはここいらでお開き、 お開き。じゃあ YouTube の皆さんもありがとう、お開き、お薬飲んで寝ろー。